今日は、NHK E テレさんで日曜日の朝9時から今週の日曜日ですね、放送される刀って美しいという日曜美術館の番組のスタジオ収録でした。告知で使われている映像は実際に京都のにロケをした模様の一部です。ぜひ放送を見てください。